こんにちは、かけまるです。ですね、今日はクラッチとアクセルワーク入りの動画なんですけれども、その止まりがけ、交差点か何か、その曲がるときに止まりがけの、そうですね、クラッチとアクセルワークと、まあ、その辺の加減ですよね、見せてほしいって言うんですけども、ちょっとですね、どうなんでしょう、うまいこと伝えられないと思うんですけど、とりあえず何か参考になれば幸いです。止まりかけの時はもうとりあえず、そうですね、ローかセカンドで、いわゆるなんて言うんでしょうか、クラッチ切ってもらえればもう全然大丈夫やと思うんですよ。もう止まる寸前はもうクラッチ切って停車すると思うんですけど、左折する時も右折する時も、最初慣れない時はもうクラッチ切ってもらって、であとはその惰性でブレーキでちょっとコントロールしもって、失速しそうになったらちょっとまた、そうですね、ローかセカンドに入れといてちょっとつないであげるっていう感じが一番ベストなんじゃないでしょうか。今からちょっと左折しますね、ゆっくりちょっと左折するんですけど、まあ言うたら止まりかけですよね。ブレーキでちょっと調節して、でゆっくりとクラッチをつないでまた発進っていう感じでしょうか。今度は、まあ、一時停止なんですけど、こういうところもまあゆっくりですよね。半クラもしくはクラッチを切って、で次は左折ですね。クラッチを切って曲がるっていう感じでしょうか。こんな感じですかね。あとはもう少し、そうですね、速度がついているときは2速で、3速、サードはちょっとですね、まあ、止まりがけのときは辛いんで、もう交差点曲がるときでも止まりそうになったら2速ですよね。ローはしんどいと思いますんで、2速に入れてクラッチを切って構えるっていう感じが一番ベストだと思います。ワイド無線を受信しました。じゃあ、また左折しますね。ちょっとまたまとまりかけみたいな感じで巻き込み確認、少し失速したらクラッチをつないで、で、まあ、こんな感じで発車ですよね。ワイド無線を受信しました。じゃあ次、左折ですね。ちょっとやってみますね。この先、緊急車両にご注意ください。止まりかけというか、止まります。まあ、こんな感じで、いわゆるブレーキで調節していただければ、一番簡単だとは思います。止まりかけの時はだいたいクラッチを切るっていう感じですよね。今ちょっと4速なんですけど、今度は右折ですね。ちょっと、ゆっくり気味で右折しないといけない状況ですよね。車来てなくて、右後方左側確認
じてゆっくり、今2速ですよね、こんな感じで止まりかけでしたらクラッチ切って、で、失速しそうになったらクラッチをつないで、っていう具合にやってもらえればうまくいくとは思います。それでは刀ですが失礼させていただきたいと思います。